うん、でもねあの僕最近で言うとやっぱり独り占めマイヒーローの大芝がやっぱり <laughs> めちゃくちゃ好きだったんですよ長谷倉とのあの絡みというか。ああいう作品とかも結構やります、はい、?BL はかなりやらせていただいて,いてそうですよね、うんはい。BL 作品ってどういうい心持ちでで望まれるんですか <laughs> いやそれがですね、はい、結構その共演者というか声優業界の中の男性の結構意見を聞いていくと。はいはい 結構自分やりたくないっていう方もいるんですよ。ああ。で僕は普通にやりたいって思っていて。なる,なるほど、なるほど。ええー、なし、こう、男と男じゃないですか。まあそうですね。あの、ちょっと聞いてる方は分かんないかもしれないですけど、BL ってのはあの、ボーイズラブっていうね。えー、あの、男性同士のこう絡みみたいなね。はい、ねうん。なんですけど、男と男なんですけど、相手の人間を、の性別を変えてみたら、うん え、全然普通じゃないって思って。なるほど。こう性別を気にしなかったら。気にしなかったね。全然普通の、本当にピュアなラブストーリーだなって思えるんですよ。そうなんですよね。この BL 作品っていうのはね。だから本当にこう性別を超えて好きって、本当の好きなんじゃないかって、なんか思う時が僕はあるんですよね。だからこんなこと言っていいのか分かんないですけど、言っていいんですかまあ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 。いい音入んないですかいや、全然いいですよ、そんな。 共演して、一緒にこうマイクロマインだってお芝居していくと、うんはい、あの、本気で、<laughs> きますよ。<laughs> <laughs> そうなんだあ、そう、ええ、あ、本当に気持ち入れてるからええあ、そうなんすね。ええ、そっか、役にそれが入るってことですよね。ええ、だって、ね、長谷倉のこと好きですもんね、大島もね。ええ、いや、それは役者さんとして素晴らしいことですよね。いや、もう、なんか、うわ、うわ、うわ 一瞬錯覚するみたいな。ま、あ一回ね、ちょっと我に関してがあるでしょうけど。いや、それはもうプロですね。これは、いいこと聞けましたわ。皆さんよかったですね。本当にこんな聞けないもんね。本当に。完全にそれ、俺、ぶつ切りにしない感じの方向性で今やる。いや、これはちょっと聞きたいもんだって。ねえ。いや、もう本当にだって俺から聞くことはできないですから、ご本人から言ってるだけで、すごい助かりますね。そうですけど、はい。